泉区宝沢にある熊谷農園の田んぼで行われた体験会には家族連れなど7組が参加し、農家の指導を受けながら田植えに挑戦しました。この体験会はこの秋に収穫される新米で、誕生60周年を迎える笹錦式の魅力を知ってもらおうと JA 全農宮城が開いたものです。楽しかった。おにぎりとか食べた。唐揚げおにぎりとか食べた。この田んぼでは化学肥料や農薬を減らした環境保全米として育てます。 JA 全農宮城では今後も笹錦式の稲刈りの体験会などを予定しています。